通した。まあな、鉄板が数枚へこんだのと壁に穴が開いたくらいか。俺たちが人払いされているうちに何があったんだ。まあ言えないことは聞かんよ。アリスが来た時からある程度のことは覚悟していた。ただ聞いたんだが、カズサの嬢ちゃんともう一人の、なんて言ったかな、そう、鈴木の嬢ちゃんだ。その二人は大丈夫だったのか。二人についてアリスが動いたって聞いたぞ。そうか。おお、いたのか。気がつかなかった。バカ言え、まだそんな年じゃねえぞ。大変だったな、嬢ちゃん。タカヒロに助けてもらった。ほう、やるじゃねえか、タカヒロ。ふーん。なんでもない。ジョーちゃんを大切にしてやんな。おう。そうか。ああ、じゃあな。ジョーちゃんの名前なんつったかな。ああ、そうだった、すまんすまん。じゃあな、鈴木のジョーちゃん。ご苦労様でちゅ。あ、別に悪くないでちゅよ。むしろ調子いいくらいでちゅ。うん、では失礼しまちゅ。
苦しんじゃダメ。
あっち。もう10個。何かお探しですか、タカヒロさん。カツオ節ですか。確かこの辺りにありました。その目の調子が良くないみたいです。鈴木さんという人が霞んでよく見えないんです。日本です。進んで見えません。おじさまのところへ行って調整してもらってきます。
お腹空いてたから。おかしくない。許す。今日の報告書はできてまちゅか？OK でちゅね。お疲れ様でちた。では、失礼しまちゅ。